今月行われた沖縄大会を制し、春夏連続での甲子園出場を決めた沖縄尚学。今日、比嘉公也監督や佐野春斗主将、知花慎之助副主将が県高野連の関係者らとともに RBC を訪れ、日本一への抱負を語りました。本当にたくさんの方に期待されて応援されて、いい成績残せているので、その感謝の気持ちを持って全力プレーしたいと思います。一つ一つ粘り強く勝って、最終的には優勝できたらいいなと思ってます。夏の甲子園は来月3日に組み合わせ抽選会が行われ、6日に開幕。沖縄尚学のメンバーは来月2日に甲子園に向け出発します。